ねえ。何の用なの？血まみれ男爵。ご用件は。鎧を作ってくれるものを探してる。最高のものが必要だ。この仕事をして20年、自分で言うのもなんだが、ある程度の技術は極めたと言えるだろう。よく言うわ。耳を貸さなくていい。最近イライラしてて手がつけられない。それでどんな鎧が欲しいんだ？軽くて頑丈なものがいい。それに動きが制約されず、一人で着れるのが理想だ。それだけか？自動洗浄機能はいらないのか？あと用を足した時にケツを拭く機能は。すごいな。そんなものが作れるのか？いや、だが作れるやつを見つけたらぜひ会いたいもんだ。鎧の鉄則を一つ教えてやろう。それは頑丈にするなら軽くはできないってことだ。できるわ。適切な道具さえあれば。トルダーロク一族がアンドビックで使ってた道具があればね。ヨアンナ、お客さんと話してる時は静かにって何度も言ってるだろう。くだらないスケリッチの伝説でみんなを困らせるんじゃない。あれは伝説じゃないし、くだらなくもない。祖父はトルダーロク一族の作るものが一番と言って、鎧のためにアンドビックへ行ってた。昨年巨人に島を略奪されるまではね。住民はもういないけど、鉄工所はまだあるはず。調べる価値はありそうだ。道具を見つけたら鎧を作ってもらえるか？道具を持ってきたらな。話はそれからだ。鉄工所の場所はわかるのか？ええ、島にある洞窟の中よ。一族が岩肌をくり抜いて作ったの。今度スケリッチに行ったら探してみる。それじゃあまた。何の用なの？血まみれ男爵に挨拶した？金貨はどこだ？おとなしく言うか、それとも。やめてくれ、もう何も残ってないんだ。旦那、助けてくれ。首突っ込むなよ。やめてやれ。関係ねえだろ。略奪や殺人をただ見てろというならお断りだ。口うるさい女みたいな野郎め、あっち向いてろ。まだいるのか？クソ、やっちまえ。ついてなかったな。ありがとうございます。どなたか知りませんが、感謝します。やつらに豚みたいに殺されるところでした。ノビグラドの娼婦みたいにお仕置きされたようだな。当然だろう。ウィッチャーに喧嘩売ったんだから。私と戦え。止まれ。お前に決闘を申し込む。ここでだ。急にどうした？頭でも打ったのか？待て、私スモール回しのロンビッドは、私が敬愛する美しき乙女。これはまた相当ひどく打ったようだな。ビルベリー様に立てた私たち二人の聖なる誓いにより、100人の騎士と決闘戦。さあ直ちに剣を抜け。何しろ貴様の後に99人残っているんだ。なぜ俺に挑戦するんだ？ビルベリー様とやらを怒らせた覚えはないが。まあ、その、では誓え。ビルベリー様が世界一美しいと誓え。そいつに会ったことがないんだが。口が減らんな。その思い上がりを貴様の血で洗い流してやる。
勝負だ。もういい、降参する。降参が？今日は運が良かったな。だが次に会った時は、もしまた俺に向かって剣を抜いたり妙な視線を送ってきたりしたら殺すからな。本気で言ってるのか？ああ。どうかな。伝説の鉄工所か。道具を探さないと。家事用の道具、装飾が施されている。ヨアンナが言ってたやつだな。ご用件は？グエントで少し勝負したい。それで十分だ。
件は。この前アンドビクに行った時これを見つけた。これは驚いた。まるで本物みたいだ。だって本物だもの。紋章を見てよ。本物よ。どうやって手に入れたの？長い話になる。いつか話してやってもいいが、とりあえず鎧が先だ。第二騎兵隊将軍補佐ハーモン・エプ・グルーネ艦だ。これはこれはつまらない場所へようこそ。こんな有名な方をお迎えできて本当に光栄だ。将軍は鎧の目利きで収集家だと聞いている。本当だ。そしてお前が鎧作りの名人だと聞いている。お世辞はよしてくださいな将軍。鎧が必要だ。鋭利な投射物にも耐えられる重いやつがな。鋭利な投射物、石弓の矢か。それは簡単にはいかない。特別な合金や焼き戻しが。新しい道具がある。できるわ。火を起こして、あとは私がする。ずいぶん威勢がいい。好きにやらせすぎだろ。わかるだろう将軍。腕のいい従業員はそう簡単に見つからない。外に行かないか。交渉は二人がいい。いつもこう。もううんざり。うんざり？雑用しかできない役立たず扱いよ。実際はパーガスがご機嫌を取ってるニルフガードの鎧は私が作るの。ついでに言うとあなたのもね。じゃあファーガスは何を？蹄鉄や釘。失敗するからそれ以外は作れない。でも彼が名人って呼ばれるのよ。人間でしかも女が腕利きの鎧職人だなんて誰も思いもしない。ドワーフの鍛冶屋笑えるわ。それが本当ならなぜ黙ってる。正当な扱いじゃない。これからは許さない。ニルフガードの鎧は彼が作ればいい。私は別のを作る。どっちの出来がいいか比べましょう。必要なものが一つだけあるの。手伝ってくれる？内容による。鎧は仕上げに焼き入れをして固くする。一般的には油を使うんだけど、私は酸を使いたいの。そうか。キキモエやアークグリフィンは酸を吐く。アークグリフィン？竜みたいなグリフィンのこと？数日前男爵の部下が来てクローパーチの北側で見たって死人が出てるわ。どの道グリフィンを探しに行くところだった。一石二鳥だ。やれるだけのことをやってみよう。サンを持ってきてくれたらファーガスより腕がいいって証明するし、鎧をたくさん作ってあげる。私しかできないやつをね。夕方は祈りに行かない？もう無理だよ。クソ野郎。ノビグラドの娼婦みたいにお仕置きされたようだな。行くぞ。
手だけか。アークグリフィンはご馳走を楽しんだみたいだな。ここで満腹になり、広い場所へと飛んで行ったんだな。アークグリフィンの羽だ。飛ぶ時に落としたんだろう。巣が近くにあるといいが。行くぞ。うちの品揃いを見てみたいかい？グリフィンに悩まされてるんだろう。ああ、フローパーチの北の村人が襲われて死んだ。男爵はその文句にうんざりしたのか、あの獣の首に報酬をかけたんだ。ついてるな。懸賞金をいただこう。お前の話はいろいろ聞いてるが、素晴らしい働きだ。ほらよ、大変な仕事には正当な報酬をだ。来たのね。それで3は手に入った？ああ、使うときは気をつけろ。腐食性がかなり激しい。知ってる。これで火傷を負った人はたくさんいたから。鎧は仕上げ段階に入る。ファーガスと私、どっちの方が腕がいいかすぐに分かる。ゲラルト、できたわ。これは素晴らしい出来だ。ようこそ将軍。鎧は全部出来上がった。自分で言うのもなんだが、最高の出来だ。だいぶ粗悪に見える。品質が見た目に比例しないといいが。将軍、私も作ったの。よかったら。一体どういうことだ？見ての通りだ。ヨアンナが将軍のために鎧を作ったんだ。職人としての腕を証明するために。なんてことをするんだヨアンナ。どういうつもりだ？テメリアはまだ野蛮な土地のようだな。我々ニルフガードならこんな犯行を許さない。いいかしら将軍。私はファーガスの弟子のふりをしてるだけ。ドワーフより女が鎧作りの腕が上だと誰も信じないからね。そうやすやすと信じられる話ではないな。だが腕に自信があるように見える。
それなら試してみようじゃないか。人形でじゃないぞ、本物の戦闘手だ。おお、なかなかの人だかりだ。そこのお前、この鎧をつけろ。馬に蹄鉄をつけに来ただけだが。命令だ。将軍、私の鎧は男用に作ったの。私じゃうまく着こなせない。それなら別のやつに来てもらえ。エラルト、手伝ってくれる？わかった。後悔させないでくれよ。両者ともに鎧をつけろ。早くしろよ。最悪だ。馬に蹄鉄をつけに来ただけなのに。これが石弓の矢に負けない鎧に見えるか。あいつに保証してやれ。ではもう一方の鎧の性能を見てみよう。生きてるか？だがこの鎧はガラクタだ。立て、鎧が見たい。へこみ一つない。普段そう簡単に感心せんのだが、今回ばかりは驚いたよ、お嬢さん。どこに行く、ドワーフ？よく聞け。この鉄工所はミス・ヨアンナのものだ。ニルフガード軍の依頼は彼女に全て任せる。分かったか？はい、もちろん。鎧の代金だ。回収には部下をよこす。わしもそろそろ行くよ。荷物をまとめてくる。待って、出て行く必要ないわ。あなたはいいサポート役だった。今まで通りやりましょ。嘘はやめにしたいけど。確かにいい仕事仲間だったな。それじゃあ火を起こして。お客さんよ、ウィッチャーにぴったりのものが必要なの。鎧が矢を通さないって信じてなかったでしょ。どうなの？職人の技術は信頼してる。腕に自信があるからこそ伝説の道具やアークグリフィンの3がどれだけ重要か知ってたんだろう。信じてくれてありがとう。鎧は数日あれば完成する。ほら、脱ぐのを手伝ってあげるわ。ゲラルト、よく来てくれたわね。何か必要なの？ひょっとしてスケリッジ出身か？アードスケリクよ。子供の頃はずっとホルムシュタインにいたわ。なぜ離れたんだ？ずっと鍛冶屋が好きだったの。座って一日中作業を眺めてた。かまどの熱、熱い鋼の匂い、打ちつけられるハンマー。私が17歳の時、父はこれ以上教えることはないと言って私を外の世界に送り出したの。技を磨かせるためにね。数年後に一級鍛冶師の資格も取得した。そして戦争が始まってここにたどり着いたの。鎧作りは順調に進んでるか？完成したわ。関節部分を強化して3につけたの。私の部族の伝統に従ってね。ありがとう。いくら払えばいい？何言ってるの。あなたがいなかったら私はここにいなかった。それは感謝の印だから持って行って。ありがとう。元気でな。